早見あかり離婚を発表。10年という月日の中、たくさんの経験をくれたこと感謝、前向きな思い記す。女優の早見あかり、29、が20日、自身の SNS を通じて離婚を発表した。早見は、私事ですが、この度離婚したことをご報告いたしますと報告。彼と出会えたことは私にとってとても幸せな出来事でした。10年という月日の中、たくさんの経験をくれたこと、宝物に出会わせてくれたこと、感謝の気持ちでいっぱいですと綴った。なお、お互い別々の道を歩むことになりますが、これからもかけがえのないパートナーであることには変わりありません。支え合いながら前向きに人生を進めていきたいと考えていますとし、これからも一つ一つのお仕事に真剣に向き合い、楽しむことを忘れず、自分らしく頑張っていきたいと思っています。どうか温かく見守っていただけると幸いですと記した。早見は、アイドルグループ、ももいろクローバーを脱退後、18年12月に会社員の一般男性と結婚、20年10月末に第一子となる女児を出産した。早見あかり、1995年、平成7年3月17日からは、日本の女優、東京都出身、スターダストプロモーション所属、既婚。東京都出身、1、小学校卒業間近に、現在の事務所にスカウトされ芸能界入り。2008年11月から2011年4月まで、桃色クローバーのメンバーで、在籍中のイメージカラーは青色であった。在籍時はサブリーダーを務めており、イメージカラーはブルー、キャッチフレーズは、桃黒のクールビューティーだった。ラップパートやライブの MC を任され、メンバーの精神的な支えにもなっていたが、自らの強い意志で脱退、これに伴いグループは心機一転。桃色クローバー Z へ改名。脱退の理由は、アイドルとしての適性について悩み続けた末、もともと目指していた女優の道に進もうと決意したため。在籍時の愛称はあかりんで、これは子供の頃からのあだ名であった。2013年に大学へは進学せず芸能活動に専念することをブログで表明。2014年、NHK 連続テレビ小説、マッサンに主人公の妹役で出演。また、同年には映画、百瀬、こっちを向いて、で初主演。2015年には、笑福亭鶴瓶が司会を務めるトーク番組、A スタジオ、TBS テレビの7代目アシスタントに抜擢され、2016年3月まで務める、6月27日開始のドラマ、ラーメン大好き小泉さん、フジテレビにて、連続ドラマ初主演。2016年、夢の劇、ドリームプレイで舞台初主演。2018年7月22日、30代前半の会社員男性と年内に結婚することを明らかにし、翌23日に婚約会見を行った。10。会見では、4回目のプロポーズで結婚を承諾したことを明かした。12月10日、婚姻届を提出したことを所属事務所を通じて発表した。